では次のメニューを説明していきます。今リターン練習やってもらって、でこのリターンを実際にこう試合でも、使ってほしいなと思っていまして、ポイント形式でやっていきたいと思います。特別ルールがあって、サーブはセカンドサーブ1本だけ、だから1本も掘るとしたら失点で、リターン側はリターン含めて3打以内に決めきれなければ失点。要は何を意識してほしいかっていうと、リターンで優位に立って相手を崩せないと3球以内に決めれないんで、しっかりリターンを今みたいに、打ち込んでほしいっていうのがあって、この練習をやろうと思っています。よし。 Thank you.
で、まあ、テニスは結構サービスゲームが有利と言われるスポーツなのは皆さん知ってる通りだと思うんですけども、まあ、ワンブレイクで勝てる、スポーツなんですね。なので、リターンをこういかに打っていけるかで相手にプレッシャーをかけてサービスの精度を悪くさせるかっていうのが、まあ、かなり試合で、大事なポイントになってきますので、まあ、そこを意識して、やっていってほしいなと思います。超豪華レッスン付きヨネックスシダ会のお知らせになります。このイベントは話題の最新作 V コアプロをシダできるだけではなく、インターハイ準優勝、インカレ上位進出のマスオレオナさんのレッスンを受けられたり、テニスのゴンちゃんとラリーができたりするイベントになります。こちらは5月の20日日曜日15時から17時にタウンテニス大泉学園さんで行われます。必要事項を記載の上、メール、フェイスブック、ツイッターでご連絡をいただければと思います。皆様のご応募お待ちしております。